ナーゲルはかつてドイツに存在した写真機メーカーである。創業者はアウグスト・ナーゲルである。アウグスト・ナーゲルは1908年に設立したドレクスラー・ナーゲルの創業者の一人であり、その後会社合併に従いコンテスサネッテルを経て再水コンの技師となっていたが、1928年に再水コンを退社しナーゲルを創業した。 レコマー18ナーゲルは1931年にアメリカのコダックに買収され、コダック AG となった。ナーゲルの高い技術力を買っていたコダックは、製品にドクターナーゲルのコダック工場にて製造されたと刻んだ。1934年にアウグストナーゲルが開発したレチナが発売され、ベストセラーシリーズとなる。近年は一般的になっている。 パトローネ入り 35mm フィルムを最初に発売したのはアグフアであったが一般的になったのはレチナの大ヒットがきっかけである。またモーターによるフィルム急走が一般的になる以前によく使用されたレバー巻き上げもレチナが元祖であり、ライカ M3 発売のおり、フィルム巻き上げはレチナ式と説明されていた。1943年にアウグスト・ナーゲルが亡くなり、 エルンストライツで働いていた息子のヘルムートナーゲルが後を継いだ。レチナインスタマチックレフレックスに関しては、レチナ126フィルム仕様カメラ参照。1934年に発売されてベストセラーになったコンパクトカメラ。ありがとうございます。